サチヒカリは日本の競争馬である。1952年秋の中山大障害に優勝した。中山大障害大土類を飛び越する各場。左からサチヒカリ、福岐く、ミスレインボー。福岐くは直後に転倒。中山大障害逃げるサチヒカリを外から強襲するミスレインボー父は1940年代に4回リーディングサイヤーとなったダイオライト。 三区には、幸光ヒカリの他に、元熊、神若、ブランドライトの三頭の大障害優勝馬がいる。母は1939年秋の中山農林省商店障害に優勝したシーアインモアで、大障害馬から大障害馬が生まれた唯一の例である。兄弟には1947年の平和賞で七着となった広旗、1948年にセントライト記念と、 カブト山記念で3着に入った高吹雪がいる。1950年11月5日に東京競馬場サラ系3歳未出走でデビュー。勝った一世から小馬審査の2着となった。しかしその後は低迷し、翌1951年6月に14戦目にして初勝利を挙げた。その後福島と札幌で制限競争を2勝し、10月の中山開催から 障害競争に転向した。障害初戦は4等立ての最下位に敗れたものの5戦目で初勝利。その後翌1952年5月末までに13戦して、障害特別を含む4勝を挙げ、6月8日の中山大障害に出走した。しかし、障害13戦11勝の勝代や、同馬屋のトーンライトや、品馬の菊池などに比べても、 実績的に劣り4番人気の評価で、レースでも道中ほとんど4番手のまま動けず4着に敗れた。大障害後は、東京で2戦した後に、北海道でレースに出走。この頃から成績が大きく向上し、札幌から東京で障害戦3連勝。続く東京の障害特別では6頭立ての5着と、大敗を喫したものの、再び連勝を開始して4連勝のまま。 中山大障害に出走した。大障害は、関西馬が不出走で、春の勝馬勝代が故障により登録せず、出走を予定していた春に着の菊池は、本番3日前に、本馬場での飛び越し練習で騎手が落馬し、空馬のまま2周走ったため出走を辞長。新鋭のジオリーも、最終的に回避して、幸光のの他は、同年23戦9勝のミスレインボー。 24戦3勝と、福菊と、わずか3頭立ての競争になった。レースは、幸光が逃げ、ミスレインボー、福菊が続く展開。大竹作前に、福菊が2番手に上がるが大土塁で福菊が、転倒して2頭立てとなった。そのまま幸光が逃げて直線に入り、ミスレインボーが追い込んで馬体を並べての叩き合いとなったが、幸光が、 首サミスレインボーを封じて優勝した。1954年は6月の東京開催終了までに発戦して三勝2着4回、6 4ラムで障害特別に勝つなど順調な成績を収めていたが、6月28日の大障害まで2週間を切っていた6月17日に登録を抹消して地方競馬に下った。当時の南関東では場を除いて、 障害競争が行われており、幸光も、川崎と船橋で1950年秋の大障害に勝った足柄山らを相手に少なくとも4勝を挙げている。しかし、当時の南関東は8割近くがアラブ系競争のためサラ系の出走できる競争は、少なく競争数の少ない障害競争もほとんどがアラブ系障害だったため出走できる競争が極めて限られており、 サチヒカリも、平地競争での出走の方が多くなった。平地では10月までに少なくとも5勝を挙げているが、その後の戦績は不明である。1951年9月以前平地23戦3勝、1サチヒカリは2位入戦したが、スタート後最初の半路で急に内側に、車高し山武蔵と、浅緑を大圧、浅緑を点灯させ、最後の直線で再び内側に車高して、 ライトイン及び山武蔵の進路を妨害したため失格。二幸光は三位入選したが、二位入選のヤシマホは、内車工及び外車工でいずれも、勝代の進路を妨害したため失格となり繰り上がり。抜け、可能性あり、以降不明。ありがとうございます。